第12期女流桜花 A リーグ実況の笠原奈緒です。そして解説は中田かなが務めます。中田プロ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備は整っております。第12期女流桜花 A リーグ第1節2回戦東杯の開始です。それでは対局を開始ください。この慎太郎の合図によって2回戦も開始されました。ちーちゃからトントン、なんちゃに秋、シャーちゃに古谷、ペーちゃ魚谷の並びとなっております。2回戦ドラはペイです。さあ中田プロ1回戦を見てみて4社の戦いぶりはどうでしたか？面白かったですね、はい、結構長かったんですけど。そうですね、そんな長いなと思わなかったんで、長いかなという印象を受けましたが、はい、まあ誰が調子いいのかなってちょっと分かんなかったですね。ポイント的にはね、トントンと古谷さんが浮いて終わりましたが、はい、はい、ポイントが今出ていますね、上に。そんなにね、何でも上がれるわけでもないし、はい、引き上がりがあったわけでもないし、まだ4回戦ありますからね。この後も見ていきたいと思います。古谷がドラドラです。魚谷もドラドラ、もちもちとなっております。これで3面通いいシャンテンです。親番のトントン、さあ秋もツモが伸びた、3面ちゃんができるがどうするか。ここは小そうに手がかかる。ユーミンはペイチャーですからね、はい、でもペイを当てにしない手組ができれば上がれるかもしれないですね。トントンが、親番トントンが天牌です。パーマン短期役ありません。仮の天牌、あ、これでリャンピンに街が変化します。闇天ピンフの天牌です。ローピン引きたいですね。5巡目にして早くも天牌、あ、積もった。すぐに積もとなりました。トントンの上がり、ピンフツも700オール。2回戦のトン一局はトントンの上がりから始まります。トン一局一本場、こちらがそのトントンです。ドラがスーソー、ハイパイがこうなっております。一面ツは完成、まとまってますね。はい、両面と集まります。中に寄っているいい手配です。秋はあんこ、ドイツが2組、お、古谷は流派があんこ、面白い手配。大谷はマンズの本いつか、でもトントンがもう一発、もう一回上がれそうですね、はい、うん、早そうですね。ツモも伸びています。どっかでね、リーチって言って引き上がりが欲しいですね。トンを切りましたね。トンを切ったのは古谷。さあこれで両面に変化です。やっぱ親番の時はああいうなんとか持たないで、ストレートになんて切ってほしかったかなって、ちょっとローマンを抱えてる。そうですね、こちらの手です。イーソーはつもぎり、ドラがスーソーです。差し子の三色の手代わりもありつても見えるんでね、はい、ドラスーソーですけど三層切りましたね。切りましたね。秋もいいシャンテンです。大谷はマンズ、ここは一枚切れのチュン、ドンは一枚切られている、統一で一本です、はい、もしくは数アンコウか、
先ほどは国士を転廃した秋、上がりにはなりませんでした。ここで三層を話していきました。なんとか全然いらないと思うんですけどね。一杯抱えてますね。しかも安全牌ではないではないですね。で、多分ピンフにしたいんでしょうけど、はい、ピンフ手じゃなくても単葉イペコぐらいの手で十分だと思うので、あとウッパソのね両面固定とかもできればしない方が良かったかな、はい、あ、じゃあこういう時はあまり自分では思考を入れずにまっすぐ手を組んで、そうですね、親番の連チャン中は特に親ではしない方がいいと、はい、しかもね、ローソーローソーってこうやってなってね、ウッパソが一番見えてないっていう、あ、むしろ嫌だ。確かにここにウソーパーソーとドイツダル、ここにも嘘が1枚。お、何も重ねた。いいシャンテン。トントンは泣きを入れましたね。両面地位から入ります。ここはあまり積もが伸びないと見て泣きを入れていったか。そうですね。ハイパイの雰囲気からすると全然進まなかったんで。はい、これがどういった結果を生むか。ドラだ、ね、いらないですね、探偵のうちに。しかもね、下茶の親が仕掛けが入ってるんで、はい、両面地ですからね。ちょっと嫌な感じですかね、ドラ持っていそうですかね、トントンの捨て、はい、どうでしょう。まあ手出し三層のところで、はい、ドラ統一固定も十分、これでまた両面地、何事かと思いますね、これは。ウッパソの転廃です。トントン。まあ、ドラドラの 5% ぐらいを想定しちゃいますけどね。ウルタニもここでスピードをしていく。いいシャンテン。うわ、わ、重なった。ならチートイですね。チートイ、アーマンタンキー。チートイ、ドラドラ、転廃、ウルタニ。パーマン、山に3。うん、ただ自身でねマンズをやってた川なんで、はい、あ、そうですね、マンズが高くはなっています。ヤンマンを切っていく、トントン。ヤンマンは大谷が切っている。スワンコ、いいシャンテン。ひー、秋がここで来るのか、考える秋。いや、ここはパーピン、パーピン2枚切れですね。この曲はどういうことになるでしょうか。ちょっと変えたいか、変えていきます。チーピン短期に待ち変化。チーピンは2枚切れですか。ない、ないですね。トントンの元にチーピンが2枚。1枚切れか。はい、1枚切れで自身で1枚。結果パワーのがすごい良かったっていう。はい、イソは振り点です。ウッパソ、トントン。ウッパソは木の元にたくさんありますね。パソが残り1枚でしょうか。パワー、パワーのまま並がれてたのかな、どうなのかなと思いますね。9ピンに変えた。9ピンに待ち変化です。9ピン良さそうですね。1枚しか切れてない。連敗を取ることができるか、トントン。シャンポン待ちに変化です。ローソーチーピン。あ、これでも9ピンいますよ。9ピン山に2枚ありますね。まだ山に2枚の9ピンです。あー、トントンがさっきまで当たりだったパスを、あ、待ち返しているので、これは当たりになりません。もそしてテンパイ、リャンウソイツーマン形式テンパイですが、はい、あ、パッソ。キューピンがまもなくいない。はい、手となりそう。あら、キューピンいないですね。キューピンがいない。
あと1枚ずつ。秋、そして古谷、へえ、相手いないんだ。ない。うーん、山に満杯に眠っていました。トントン、秋、そして大谷の3人転敗で流局です。古谷は一人の点。トントン連チャンに成功です。日本馬、うーん、でも多分親は終わってしまうと思いますね。私はあれどうなってましたかね。まっすぐ何切っていってたら結果はどうなってたんでしょうかね。ちょっと面前で多分パスになると思うで、うん、はい、ね、リーチで言えたら多分こうはならなかったかな。はい、ペーからか。ここは9万から。トンが統一です。フルタニはウーマンがあんこ。自敗が想像の本質か。親番トントン。スタメンツ完成です。うん、まとまってますね。はい、しごろも見える。ユーミンは魚谷はしごろの三色リアシャンテン。ここは筋で持ちます。キューピン切り。本当なかなか進みません。そうですね、このままですと親が終わってしまいそうな予感が。ちょっとハイパイがちょっと悪かったですね。ビシビシと。そうですね、でもやっぱ色にしてね、牽制した方が、はい、うん、周りが妥協してくれる可能性があるんでね。はい、両面ターツができる。うん、まだ一面ツ。ドラのチーピンを引き入れた秋。あんまりいらないんですよね。はい、どうするか。二刺しの三色を見ていたが、ここはドラを持ってきてしまった。数万切り。うん、古谷はパッソを引き入れて目いっぱいか。3万で目いっぱいですかね。そこは固定します。ローソー切り。これで魚谷がイーシャンテンに。今度はゴロチ考えていますね。ここは難、うん、嘘ではなく難を選択です。ここはスーマンローマンの形がまだ弱いから嘘を手に残しているということですか。そうでしょうね、うん、まあ、あと難が安牌ではないですしね、はいはい、持つ意味が全然、うん、パーピンを重ねる。あ、ローソーが自信で切っている。まだトントンの手は重たい。の手にもドラがあってカンちゃん待ち。あるカンパーピッターズは非常に邪魔ですよね。はい、とっても邪魔です。いいシャンテンの古谷、今回は泣きを入れていくか。今度は白は安牌だったので嘘を切りましたね。はい、安牌の白を抱えます。まあ、やっとローピンが来てくれたらありがとう、ね、ありがとう。もうここでスーピン、スーソーつもぎるか。うん、なんとか形には、はい、とりあえずなってきました。これで天敗、リャンウソの天敗です。タンヤオ、古谷が天敗を入れました。
本当はもうドイツの難を切っていきます。さあ、秋も思うようにいかない現物の数ピン古谷に合わせます。大谷もいいシャンテンですが、最後のハイが入らない。ヤウンソはいるんですかね。ヤウンソは2、3、4、残り1枚ですね。割といないんですよね、はい、山には残り1枚のリャウソです。うん、トンは先ほど切りました。終盤やっとテンパイスッチーピン、ここは闇点です。どうなんだ、スッチーピンの方が割といるのかな。まだドラのチーピンも残ってますね。うん、残り3枚スッチーピン。3枚もいます。ああ積もった。大谷の上がりとなります。ピン普通もドラ700、1300、900、1500の積も上がりです。先ほど1回戦はマイナス22ポイントほどしてしまった魚谷ですが、ここは上がりとなって33,600点。やっぱこういうのリーチしないのも何ですかね、はい、さっきの方が影響してるんですかね。まあ、でもユーミンってなんかこうだからこうって買えないタイプって言ってましたよ ね、確か、はい、私は逆なんで、はい、そうつい自分の考えで言っちゃうけど、多分ユーミンはそういうの関係ないのか、ね、あ今のは闇点なんですね。なんか1326ってなんか調子のいい時は言ってそうなイメージがありますけどね、はいはい、リエチ打ってドラツ持ってって、うん、まあね、古谷さんの仕掛けがどう見たかっていう、はい、そうですね、仕掛けも入ってましたしね、うん、もう終盤でしたし、秋が親番です。ドラがローソー、大谷嘘がんこ、秋ちゃんもなかなか先手が入らないですね。はいね、スピードがあんまり感じられない、うん、そうですね、基本的にみんなびっくりするようなハイパイは入んないですね。なかなか、はい、んこれは嬉しい、いつもカンパーマンを引き入れました。お、古谷はもうローピンも切って三色ちゃんと、ドンは二枚切れです。二刺しも見えるし、うん、ここでタイヤを2位統一手はもういいと見切りました。二刺しを見てタイヤをもつけれれば、手役を見る古谷。うん、急増の統一落としです。両面立つができる、トラはローソー、チーソーは引っ張りたいところ、両マン切り、チーソー離せないですもんね。はい、ではドラそばで3色目でっていうチーソ ー、でも結果的にちょっとチーソー周りってほとんど残ってなさそうな、はい、薄いですね。そうですね、トントン大谷も使っている。
これは残すか。あんまり嬉しくないけど。あ、もう固定しましたね。ね、上の3色もいらない。じゃあこうなると6級マンが入った時は、ローマンが入った場合とかは闇天ですかね、古谷。あんまりしなそうですよね。これですね、闇天。なんかね、押しちゃっても良さそうな、たまにはね。GP は1枚切れでした。ローピア自身で2枚切っています。あ、やっときた。スーマンスーマンってやるか、いいピンピンってやるか。ここはスーマンスーマン、イーシャンテンの秋です。この GP は当たり牌、ただ役がないので出上がりはできません。いいシャンテン、EP は残り1枚ありますね。9万もありますね、山に。一応古谷は純ちゃん見えますね。CP 当たれない。当たれないんです。ああ、これで1個変わった。いいピンを引きたい、はい、が残り1枚いいピン。トントンが風呂入れます。スーマンチーのテンパイ、一スーピンのテンパイです。上がれるのはスーピン。どうする、秋。ローピンでね、かなり危なく見えますね。もう行きました。切っていきました。ドラが来て、ここで一旦バック。今日テンパイを崩した古谷。大谷シャンテン、トントンテンパイ、スーピン。秋もいいシャンテン、親番中ね。秋ちゃんももう泣きたい構えでしょうけど、なかなか、残り積むは2回ずつ。パスを押す。バレるか。来ない。ああ、もう諦めてますね。ここはもう両面ターツのパスを払っていきました。積むは残す1回。トントン一人テンパ嬉しいですね。はい、濃厚ですね。相手は大谷です。テンパイ入るか、入らない。これでトン2局は流局です。トントンの一人テンパイ、3000点の収入が。今日は秋さん厳しいですね、はい、詰め込んでいるんですけどね。積もがあんまり伸びませんね。トン三局、古谷が親番一本場。ここのとこ強いアキちゃんばっかり見てるんで、はい、困ってるアキちゃんを見るのも新鮮。アキが怒っています。いいんじゃないですか、古谷。スタメンツは完成してましたね。他のターツもいいように見えました。今回みんなで、やっぱアキちゃんだけ、アキちゃんだけのメンツ。
ですね。じゃあ地球の三色が見える親番の古谷トントンもいい、秋は少しまだ苦しい、三統一古谷も角が伸びてくる。これでイーシャンテンはトントン、トントンはシャーチャーですからね、シャンのポン、はい、トンテンも OK、 1枚切れてますね、2泣きは、うん、おっと、こっち1番切りか急走切りか、イーシャンテンです。 G 万なんかいいとこでトントンがポンテンして決めそうな感じも、ささっと逃がす感じですかね。そうそう、パーピーはつもぎり、じゃあそれ先にね、古谷さんがリーチと言えれば、はい、あ、ここでじゃあの統一落としになりましたね。ピーフになるならピーフにしよう、はい、うん、あ、これ全敗、あ、これはカンパス層で闇点、ね、7700の闇点です。うん、やっぱりリーチはしないんですね。3色トライチ急走切りリーチは嫌だってことですか、それもありますか、どうでしょうね、うん、そういうの気にしないしなそうですけどね、やっぱ闇なんじゃないですか、うん、基本ベースが、うん、9万を手出ししました。カンパスの転廃は変わりません。トントンも転廃、転廃ヤングマンの闇点です。トントンも闇点、ピンフ、パスを山に2枚、でもトントンのヤングマン、ここに馬が1枚来る、うん、パワーに残り4枚のヤングマンです。でもどっち買ってもおかしくないですね、パソも2枚十分、はい、2枚ありますね、うん、2人の闇点が入っています。うーん、8巡9巡目うん、まだはい、パッソーか、パッソー今ウーワンが来てパッソー放獣しましたね、うん、パッソーが放獣となりました。古谷の上がり三色ドライチ7700は8000、やっぱ闇転成功ですね、うん、こうなるとね、リーチって言ってたらまずそうですね、うん、また全然変わってきましたよね。日本馬となりました、親番レンちゃん、B リーグから一気で A リーグに戻ってきました。古谷智美すごい上がるの大変ですよね、 B リーグから昇級、ま、前年度からですか、あの入れ替え戦、入れ替え戦が始まりましたけど、はいはい、我々 C リーグにとってはとても嬉しい制度ですねえ、でもボーダーが高い、うん、100でも昇級できないって全然あり得るんですもんね。古谷は B リーグで138ポイントで、はい、2昇級を決めております。へー、今回その B リーグからはなんていうんですか、メディアの露出も多い4名が、うん、そう、フレッシュな可愛い子がいっぱい、菅原ひろえプロ、古谷智美プロ、青井ゆりかプロ、高宮まりプロと、すごい豪華メンツが、はい、そして B リーグの5位で惜しくも昇級はできなかったんですけど、入れ替え戦に出ることができて優勝した稲岡美香プロ大阪の、そうですね、はい、稲岡さんもね相当気合入ってますからね、うん、まだ気は浅いですよね、なんていうんですか、何期生なんですかね、多分30期生ぐらいでしょうか、うん、3年目ぐらいじゃないですかね、うんうん、今期のエリーグも楽しそうですね。ねー、じゃあ地球の三色、ちゃんと三色が見える秋の手、
なちゃんダメだったの全然。私ダメです。私ダメだった。私ダメです。でもここでちょっとお勉強して。お勉強して。はい。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ね、実況やってる人ね。あの本当勉強になりますね。すごいね、出世してますからね、男子プロ。はい、例えば白鳥翔君、はい、古橋さん。ね、スプロも A2 リーガーですから ね多分次の A2 リーグの配信が古橋プロだった気がしますね、うん、対局が、うん、広志プロも、はい、いらっしゃいますね。ちゃんと諦めるどうするか、両面タートになる、それとも両方のために白白ってやるか、白は1枚切れ、シャアは2枚見えていない、いいそう、うん、中田プロは上から読んでも下から読んでもカタカナプロなんですね。そうですあ、卵巣が回った、ここはシャ、起き上がり拳みたいな感じいいですね私下からの読むとおならはさがおって言うんですよ本当だ、おならはすぐ分かったけどどうでもいい話しちゃいました、すみませんおなら失礼しました言い紛り、岩山荘でしょうか、引き入れました、うん、ここはまあ目いっぱい難切りです、イシャンテントントン両面に変化があるが、ここは目いっぱいです。シャまだ3色も見る感触悪いですね、アキさんの着方が本当スーピン切りたいがドライピンだからやっぱ切らないか、3ピンサブロッキュピン両面切り、うん、天杯です、天杯、関連その天杯は闇天、手代わりもありますしね、ここは闇天古谷です、なんだか重たいですね重たい、通報が効かなすぎますね、はい、なんかもっとこうスイスイ入ってこないですかね、はい、どうする、うん、パス急走、スーソーの受け入れができた、どうするか、トントン急走、白はあんこに、今頃白があんこなんだかなって思ってね、全部の手役が管理はその天杯古谷、うん、もう終盤です、さあトントンはどうでしょう、まあパスを切るんじゃないですか、うん、なんか誰か危ないって感じがするのかな、ジーピンつもぎりです、ね、まあ想像が高い側にはなってますね、アキ、ね、ちゃんに想像やとか、うん、そんなアキちゃんももうやめようかなっていう手つけが、はい、イーシャンテンの秋ですが、ツモが思うようにいかない、ここはパーマ、ね、イーシャンテンはキープです、ドラを持ってきた古谷、電波入れている、打ち出すか、あら、あら、電波を一貫バック、でユミが電波、イースーピンでここはウータに押していきます、イースーピンのリーチ、もうみんなやめちゃってますからね、はい、まあ結果アキさん一発でイーピン捕まってます、ウータにも一回イーピンを止めているので、もう打ち込みにはならなそうですね、
残り2枚でしょうか、1スピン。高めの1ピンは1枚。この順目で2枚も。スピンも1枚。あ、ここに来ました。ブルタニア丁寧に降りる。ここに1枚。はい。もうないですね。じゃあ真ん中いたんだ。はい。なんか妻が本当すごいね。みんな意地悪ですね。本当。今日の妻は意地悪ですね。最低です。さあ、魚谷の一人テンパイで流局となりました。トンの3局、古谷も一度テンパイを入れておりましたが、ドラを持ってきてのバックとなり、ここは魚谷が一人テンパイ。トン4局です。3本は京卓は1本。まあ、リーチと強くいく古谷の選択もあったんでしょうかね。親番でドラも持っていませんでしたけど、うん、ファーストテンパイで関連層リーチまあしないでしょうね。なんか川に山層も落ちてたし、うん、中田プロは同じ選択になってますか、今の古谷の。その前から手組が多分違うんで、何とも言えないですけどね。ああなっちゃったらやっぱりいちゃいけなかったと思いますね。ただドラは紡ぎってると思いますね。はい、テンパイは取っている。うん、座ってみないと本当分かんないんですけど、はい、誰か怖いと思う、思ったら切れないんですけど、こうやって見てるとね、みんな脳天なの、ね、そう、みんな脳天なの分かってるから、はい、切るでしょうってなるけど、まあ多分切っちゃいそうですね。さあ秋が仕掛けを入れる。ピンズの追いつか、ドラは馬です。ここは3万切り。白1枚目から秋は泣いていきました。ここで2面つ完成。大谷トントンも手が進みます。2面つ数万、うん、順を重ねた古谷です。前進、ピンズが伸びて一歩前進です。ドラを持ってきた古谷です。両関係になる。ペイをあんこに、ペイ茶の古谷自身でペイをあんこにしました。いいシャンテンです。ユミもいいとこ引きましたね、うん、これは今回ぶつかる感じが。いいシャンテン、3本場で、はいはい、リーチ棒1本ありますからね。ありますね。いらないけど、何着か 2枚切れの何だった、うん、チートイツのイーシャンテンでもある。あ、そっか、チートみんなの三層切り良さそう。ここは何大谷は3万、うん、スーワンがドラ表示牌と1切れで、はいはいはい、今見えてるからでしょうね。なので3万の選択。なんかドラ短期リーチとかになってもリーチしそうな気が、うん、あ、これテンパイです。感動マンリーチです。大谷リーチドラ1。あ、ローマ引き入れた。当たり牌です。はい、まっすぐ行くならサブロスを切りたいですよね。そう、まっすぐ押していく。トントンしましたね。ここは勝負局と見てるか、うん、こういうのいいとこですよね、うん、スッて、はい、一発目から危ない牌を切れるのが、うん、リャンペーコもありますからね、うん、リャンペーコドラドラ。イーソーもつもぎり現物です。
ああローマンが亡くなった。亡くなりましたね。結構いましたね。はい、結構ありましたね。2個今ありました。入るかトントン、注目はトントン、もうトントンやりたい放題だからもう打点も見えるトントンの手。でもあのぐらいのいい手だとね押しやすいですよね、はい、小さっ筋ぐらいはって感じ。入るか入らない、何も来ない。もう乱造がなくなっちゃったから。うん。トントンもね、そっちが入った時、はい、厳しくなってきましたね。そうにしないかも。もう目に見えて乱造が3枚ない。自分でも1枚使っている。さあここはどうでしょうか。もうマンズ切れないから。はい、チューンもションパイ。ペー。ワペー。ですね。あ、こっちですね。どっちに待ち取りするか。シャンポンにしますね。スーソーとパッソー。一応現物のスーソーですね。秋もいいシャンテン。トントンの仕掛けも入りました。チュンがションパイ。チーマンは通っている。スーマンはチーピン、どうでしょう。リャンマン3万3枚ずつ見えていますね。リャンマンが4枚見えてますね。チーピンじゃないんですかね、チーピンは現物。チーワン、このチーマンを古谷がチーチーチーペーペーペーってやってまだテンパイを入れようっていう、ペーペー、まあ、どうにかなるかという、粘ります古谷。チューン、ちょっとションパイ嫌な感じがしているか。切るでしょう。トントンは切らないかも。切らないのか、考えるとなると切らない選択になりそうか。勢いで切らないと、いや、いった、トントンは行く。スーソーパッソー、フルタネがこれでテンパイ、テンパイ、なんとうまくいきましたか。はあ、ペイはアンコ落としからのテンパイ復活。あ、これはトントンの当たり。あ、このスーソー大谷から宝珠となりました。トントンの上がりです。ダンヤをドラドラ3900。すごい、いろいろ起こって、はい、すごいですね。4800。はい、4800ということで2回戦は難入です。いろいろありましたね、この曲も。うんね、あそこからねペーラーアンコ落としをしながらも、うん、テンパイを目指すっていう、そうですね、ね、古谷さんのやり方が、はい、多分前は 見られなかったと思うんですけどね、はい、あそこで動きを入れられるという、なんか声を出せるというのはすごいですね、うんうん。さあドラが3万です。ペーから一面つ完成、マンズで一面つドラタドラがありました。二面つはウオタニ、ペーチャでペーが統一。ちょっとウオタニだけが苦しいですかね。ですね。マキさんはもともとね自分系じゃないとあんまり位置しない人なんで、はい、まあ終盤やめちゃうってことになるだけなんですけど、はい、やっぱユーミンは割とね手数が多くて、はい、リーチっていう選択も多いんで、はい、今みたいなことがね起こっちゃうと宝珠に回ってしまうこともある。
親でね、一応愚形リーチではあったけど、はい、全然そんなに変なリーチではないと思うんですけど、うん、あれがねすぐ痛い結果になるっていうのは厳しいですね。上がれなくとも流局して天敗料もらえることの方が多分多いと思うし、はい、それだけであのリーチの意味があるというか効果がある。うそうですね、それが宝珠に回ってしまうと、ね、親も連チャンできないし、さあ、1日3の3色が見える秋です。ここはウピン想像にくっつきました。いさしも見たい、はい、どうするか。3ピンをストレートに切るか9番か、なんか9番を古谷は選択です。トントンが2連勝できるかどうかという、はい、4万400点持ち、ね、トントン。なんかね、いつもそんな控えめなようには見えるんですけど、はい、いいですね、トントンはね。あ、トントンですか、うんうん、さあ、これで古谷はヤンマンを切るかな。ヤンマン、この曲はどうなっていくか。3ピンですか。イーソが2枚切れです。ここはイーソか3ピンを選択です。リャンカンリャンカンの大谷、パーピン2枚切れ、9ピン打ち出していきました。リャンソーはつもぎりです。うん、マキちゃん仕掛けるんですかね、はい、なんちゃの秋、トンチュンとともに統一、今は何番に入っています。仕掛ける気は全然ないですね。うん、GP もつもぎりです。これでパーピンが3枚、この曲も重たい重たい難曲となっております。なんかド派手な感じの戦いにはまだなってませんね。うん、まあ多分ならなそうだなと思ってたんですけど、ここまで思えたら思わなかったですね。ドラがあんこに飽き結構安い手のやり取りが続いて、はい、サクサクいくかなっていう予想だったんですけど、闇点が入っています。古谷6球ピン、ピンフの天敗です。秋はドラさんですが、ドラさんなんだけど、あまりやか、あ、積もった。古谷の積も上がりです。ピンフ積も400、700、ここも闇点で決めていきました。難2曲、秋の親番となります。ちょっと平たいですからね、はい、329の古谷、秋が親番27000点。もうさっきとほとんど一緒ですね。さっきは古谷さんとトントンが逆の展望みたいな感じで、はい、
あきちゃんは、まあ、とりあえず行きたいと思う、うん、でもそれを邪魔したいユーミンがいて、はい、やっぱなんか足を引っ張り合う感じで、ね、お互いに足を引っ張り合っている。あきはフィンズの本質チートイツなどもあるか、数万からの打ち出しです。ドラドラとなったトントン。ここはまっすぐ手を組んでいくか。ヤンソーは一旦手のうちにパーマン。ここはマンズを処理していきます。ドラはソーズ。今回もみんなあまり良くないけど、はい、トントンかな。やっぱりドラドラのトントンか。アキがピンズのチートイツなどになれば、うん、どうでしょうかね。そうそう、あきちゃんは厳しいと思う。さすがに、すでにさすがに。トントンなのか。トントンの手が一番上がれそう、だけど。ウータニも少しずつ伸びている。ウータニもリャンマンを頭にして、ねえ、手が凍ると失敗そうだし、急ぎりか。今度も自分がオーラスの親なんでね、はい、ユミは無理して手が凍らないで、最後ヤバンが残ってますからね。ウータニはここはスーピン、いっぱいにはいきませんでした。妻が飲みません。秋スーピン切りがちょっと失敗、はい、だったかな。ジーピン、つもが伸びない。なんでなんでしょうね。なんで、はい、いや古谷さんがこう素直に打てないのかな。ああ、流派なんか秋さんが怖いからかな。どうなんですかね。でもまあさっきもありましたしね。そうですね。流派を打っているとスーピンが来て。また全然違った形になっている。あ、ここで流派、ここで打つんだったら最初から打っちゃってもよかったかなって、はい、なんか打ちたくない理由があってね、天杯まで絞るとかではないんですね、はい、多分感覚的なものなんで、はい、ね。パーピン、もうなんか雰囲気とかが出てるんですか ね。4枚目。さあどうなるか。誰も天杯は入っていないこの終盤。こんなに鉄板ないんですね、はい、麻雀ってずっと続いてますね。珍しいですね。フルタニーシャンテン、
あんま見たことないな、こういうの。初戦ということもあるんでしょうか。様子を見ながらの戦いとなっているか、この終盤。ドラドラトントンも入らない。秋も全く角が伸びずにここまで来てしまいました。いいピン。これ皮的にはもうピンズの本一転敗っぽく見えるんですかね、秋の手。どうなんでしょうね。あってもおかしくないのかなっていう。一品は現物。本当がシャンテン。ここで一品の統一落としを見せる秋。入らず。まだ角もある。ねえ、ユミもいいシャンテンだったけども、はい、ダメですね。残り角一回。入らない。ピーもしょんぱいなんですね。どうするか。打ちづらいばっかりみたいになって。残っちゃいましたね。入らない。古谷。そして魚谷が敗手です。さあ、何曲は4人の手の曲です。なんでしょうね、不思議な曲でした。、はい、これで3曲となります。古谷親番一本場。まあ、宅内の雰囲気とかもありますね。そうなんですよ、外からじゃ分からないことが多いんでね。はい、でも古谷さんはさっきトップ争いで、はいはい、多分トップ取りたかったと思うんですけどね、はい、ちょっと昨日2着で終わったんで、今回はトップが欲しいですね。そうですね、この親番本当にさっきと同じような感じですね。前回も1回戦と同じようになっている。一面つかんせ、ドラドラのトントンです。シャーチャのトントン、ドラドラで両派も統一。両派は山に2枚、ドラのシャーも山に2枚あります。大谷は選択、ここは急ぎり。難は残して3万切りです。これで難が2枚見える。四五郎までなるといいですね。嫌味も難しい手だな。こちらの手、あ、これで両万。二面つかんせ、ドラドラのトントン、イシャンテンです。そうですね、ポンテンのかかる形。流派はアキちゃんが持ってるだけですかね。はい、アキの元に1枚、もう自身であんこにしてもありえますね。あべー、これ2ピン引き入れたら闇点ですか。
どうでしょうね、リーチしそうですけどね、トントンはイメージですけど、もちもちになっちゃった、もちもちになっちゃいました。でもまだ山に2枚ドラが眠っています。シャーチャなのかしかも、はい、あ、シャーチャなのか、シャーチャでございます。あー、リーチしないですね、多分ね。3ピンは持たなかったですね。うん、持たなかった。おお、2ピン引き入れてのパスをリーチは古谷親番です。うん、2ピンが苦しくなってしまったトントンのこの町、いいシャンテンはいいシャンテン。リーのみなんですけど、はい、親リーチですもんね。そうですね、ウッパスは残り4枚山にあります。親番の古谷です。ここに押していくものはいるでしょうか。パンマンは現物、トントンがドラドラなので、うん、イーシャンテン、これは当たり、はい、当たり、はい、行くんじゃないですか、はい、ペイも打ってるし、このパーソーが宝珠となります。古谷の上がり、リッチ2000は2300、トントンもドラドラなだけに攻める手でしたが、うん、ここは宝珠に回ってしまいました。3局は日本馬です。ドラはローピン、トンがドイツ、古谷とはセットはしたりとかするんですか、麻雀の話をしたりとか。麻雀は回したことないですね。やっぱり時間かかるじゃないですか、麻雀って。あ、そうですね、ちょっと会ってご飯行ったりカラオケ行ったりぐらいしかなかなか、はい、まあでもセットしてくれる友達はたくさんいるんで、してると思いますよ。はい、中田プロはこの曲ではなく全曲、その前々曲を意識しながら打ったりするって言ってたんですけど、そうですね、なんかやっぱ全てがつながってると思わないと、はい、やっぱやってて面白くないかなと思いますし、はい、古谷プロはどういう風な考え方をする選手なんでしょうかね。なんでしょうね、まあ、全てのことを否定しないタイプだと思いますよ、はい、多分なんか全部それを吟味してる状況というか、うん、そんなに自信満々なタイプではないんで、そうですね、やっぱり、うん、なんかこうなのかなと思ってやってみて成功したら続けるみたいな、うん、やはり自信満々ですと、その前回 B リーグに落ちた時の反省して、うん、私はここはダメだったってさっき話されてたじゃないですか、うん、そういう風に反省して直そうとしていけないですもんね、あんまり。そうですね、うん、自分のあるとこ気づけないですね、ですね、なかなか。私はすごい自信過剰タイプだったね、昔から、すごい下手な時から自分のこと過信してたんで、ん、自分のダメなとこ見つけるのに何年もかかったんで、うん、その自信がまたいい方向にも、いい時はいいんですけど、結果長い目で見るとやっぱ良くないですよ、うん、直せないですからね。ただまあ打ってる時はね、自信満々に打てる人の方が強いと思うん で、はい、そうですね。さあ、古谷が泣きを入れました。トンも泣いております。イーシャンテン、秋はイーシャンテン、泣きを入れている古谷もいいシャンテン、大谷もいいシャンテン、なんかね、ユーミンとアキちゃんがスカッとする上がりが一回もないですね。はい、ないですね。粘っても結局テンパイ量だけみたいな、そう、苦しい展開が続いております。ドラドラの秋も
フールを入れている。ナンをポンしています。あ、テンパイですね、ウッパーマン。ナン、ドラドラ。この数も落ちて、フルタリも追いつくカンウーピン。ウーピンが残り1枚。トントンも、サブロッキューマン。はい、サブロッキューマンのテンパイです。ピンフ、高めはタンヤオ。ブリッジないんですね。うん、今回は闇点が多いですね。続きますね。まあ、テンポ状況的にね。はい、キューマン3枚切れ。1通目にはしない。うん、ユーミもやっと追いついた。もう関数差し子、これでアンチーマの天敗。ただこれが宝珠となる。やはりこのラインができているのか、秋の上がりとなりました。だってローマン切ってもトントンに宝珠だし、どっちの待ち取りも宝珠になってしまうんですね。そうでしたね。3級は4号、トントンが安かったか。いやー、大谷、ただまだ親番が残ってますからね。最後の、はい、オーラスです。オーラスです。2回戦はオーラスに。ただね、このストレシズムの状況って厳しいんですよ、はい、浮きで終わりたいじゃないですか、秋ちゃんも、はい、でパス、古谷さんも上がればトップみたいな展望だし、トントンも急いでこのまま終わりたいし、ね、3人の速度がすごい速くなってしまうんですよね。ゆっくりはしてられない状況です。ストレシズムのオーラス親は、そしてこの手ですよ。どうしますか。ねえ、はい、シャーからまっすぐ手を進めていく大谷。うわ、いいですね、二メンツ。大谷はツボ次第か。これ最も苦しい展開ですね。やっぱ一人ちょっと頑張んないと受けないっていう人がいてくんないと、はい、ね、ゲーム展開が早くなってしまって、この展開を打破していけるか大谷。そう、この2回戦がもし苦しい状況でも3回戦4回戦に向けてどうしていくか見ていきたい、まあ、どっかで1回ね、バッて連チャンできれば、はい、ほんと1回の親番で取り返せる力はあると思うんで。そうですね。あ、でもこれも先手リーチが打てればね、多分押し返されづらい。うん、この親には放銃したくないですからね、やっぱり。まずはリーチとできればいいけど、できればいい、何枚有効範囲を引かなきゃいけないかっていうぐらい二メンツありますね。こちら本当はリアンシャンテン、ね、とてもピーフになれば嬉しいですけどね。テンサンソーリーチ、はい、打たなそうだし、これでいいシャンテンの空き。立ちが重なりましたね。泣いてもいけるか。ジュンは古谷の元に1枚。まだまだ切らなそうですね。ロマン9万を切っていきます。2差しの3色、いいシャンテン。チートイツか、ソーズのオイツ、チートイツもある。チーキランコなった。おお、順を自身であんこにしました大谷。この親番連チャンなるか。ソーズが集まってくる古谷。そして大谷、いいシャンテン。周りはまだテンパイは入っていない。目いっぱい受けるか、もぎるかな。
しいピン。あ、テンパイです。一番乗り、やっぱりリーチと言いますね。あの手からの大谷一番乗りでリーチです。換算マン分かんないもんですね、ハイパイじゃね。しかも3枚、山に3枚ですからね、分かんないもんですね。あ、イーシャンテン、ここは現物の白。あ、缶もありますか。缶、大谷が缶したのはローソーとチュン。チュンはないですし、放送の感があるか、うん、本当に倒せないですよね。うん、3万、この3万が大谷の上がりとなりました。珍しい、ワンチャンスで、うん、リーチチュン4800の上がりです。へー、これは秋の50となりました。販売なかったんですかね。ちょっと分かりかねましたが、これで 26,700 点。秋が沈みとなった。ドラは白、手詰まりっぽいですよね。もういい街でしたよね、はい、母さんは。すごい、レンちゃん、はい、来ました。レンちゃん来ました。魚谷一本馬、ランがドイツの秋。秋は3000点を上がれば浮きですね。トムチンがドラドラですね、うん、白のドラドラ。ペーチャの古谷です。こちらドラドラ、しかもまとまってる伸びていきます。サブロッキューピンに同系で、ここは古谷の上がりとなるか。古谷これで上がればトップですからね。ですね、うん、あと2000点ぐらいで、このルールだとね、ドラドラある人がやっぱり、はい、強いですからね。うん裏ドラもないし、はい、押し返しやすいんで、先制リーチ受けてもちょっとはいけるかな。そうですよね。でも今早そう。さあどうする。嘘は嘘。キューピンはここにマンツが詰まってくる秋。そうですね、公式ルールと言いますね、数万切り。リャンカンは拒否、ローピンつも切り。イーシャンテン、あ、ここにドラが1枚。ね、ローキューピンがネックだから米もなかなか、本当の元にキューピンがあんこ。さあ秋が仕掛けを入れました。前に出ていく秋。3000点で浮くんですもんね。本一のみだと、はい、沈んだままですよね、秋ですね。はい、はい、でも上がりそうですよね。こちらの手ですね。もしなんか、あ、これでよろしいかと。カンパワンとなんとチュン。カンパワンがなあと1枚。チュンはもう目に見えてないですね。目に見えてない。同時杯に1枚、捨て杯に1枚。トムチンが進めば並んでるんですけどね。
人数フルタに入らない。親番大谷イーシャンテン、ここはシャアを手の内にトントンはドラを1枚持たされている。リャンマンが秋から打ち出された。ただ自敗は1枚も切れてないという、ね、自敗1本も切れてないのに、これはどういうふうに見えますかね。もうなんでしょうね、やっぱ自敗は切りづらいですね、うん、はい、うん、まあ、テンパイでも全然おかしくない、テンパイでもおかしくないけど、やっぱ自敗を多く持ったシャンテンかなって。さあここで魚谷が泣きを入れて形式テンパイ69万。でも肩上がりできない、あ、できないか、はい、よくないか。ロースを持ってくればまだ。まあこれは上がれない、役がない。入らない焼き。まあ、自信であんこにやめちゃってから、そうですね、ちょっと遅かったか。今の9ピン本当はチーしたかったですもんね。ここは1ピン、魚谷の連チャンか。泣いて6ピン落ち、うん、イーシャンテンまた行ったり来た、はい、うん、9ピン統一落としを見せます。どうする、マンズは打ちづらい、秋に対して打ちづらい、古谷も血が入っている。自分は形式転敗、ただ親番を続行したい、行く、魚谷ウーマン。ここだけはチュンに、2枚切れのチュン。さあ背景は秋、なんと一人転敗、はい、なりそうです。馬を強く切っていった大谷の一人転敗流局です。うん、ちょっとずつなんかユーミンのペースになってきたような、はい、そうですね、少しずつですが加点を重ねています。2万3700点持ち、秋が見えてきましたね、うん、ドラは9ピン、お、一メンツ完成、うん、なんかちょっとずつ軽くなってきたような、うん、まとまってきます。もうちょっと親番やらせたくないですね、うん、3社は。ただトントンも簡単そうな、うん、今回はドラが1枚焼き、秋ちゃんはやっぱりちょっと重いですね。重いです。あ、またドラドラ古谷なんも統一、統一が4組も、どうしていくか、動いていくのか。2回戦はオーラス、大谷も妻が伸びる。ピンズが集まってくる古谷です。チューチャンパイのロースを切り出していきました。チュンは1枚目泣いていません。
次ポンテンだから取りそうですけどね、はい、をポンすると関連ピンのポンテン、トントンです。さあ選択です。うん、二度受けがあるソーズの受け入れ、数層は2枚切られている。そしてアッキーはウーピンチーマンと切り出している。ここは3ピン切り。イーシャンテントントン、ドラドラ古谷、ピンズをまたまや引き入れた一枚切れの白。うん、ロピンか椅子ソーくらいか、椅子ソー2枚切れですからね。椅子ソーターツもリャンシャンテンの大谷です。さあこれでどうしましょう。いいピン、難しい。負けちゃうんだね。チートしか見れない。ドラを切りたくないし。これで一寸そうか。はい、二度受けを払っていくか。ロッキーは嫌なんだよね。こっちも。こっちも嫌だ。こっちはソーズ。嘘をロソタラ。古谷がドラドラです。入らない大谷。チュンが出ました。そのチュンをポンしての転敗、トントン。ここはロースを切っての関数ピン転敗。ピンは、はい、いるんですかね。まだ1、数ピンはいますね。残り2枚。食い伸ばしいとこもあるんですかね。トントンテンパイからの両面に変化。ロッキーピンは泣きたいですよね。ピンポン、うん、ここでドラコテ、うん、バック、はい、なんの後付け。ロワンが入った。これでイーシャンテン、サブロッキューマン転敗、はい、これで嘘引き入れての転敗はサブロッキューマン大谷です。ここは闇天に構えました。薄すぎたかな。リーチの選択ではなく闇天、うん、枚数的にやっぱり、はい、ね、まあ、9万も3枚見えている。3万ローマンも3枚、自身でも使ってます。サブローマ危ないか。ローマン打ちそうな。どうか。あー、ローマンだ、ね、このローマン、うん、大谷の上がりとなります。タンヤピンフ、うん、2900は3500。2900の日本馬ですね。3500点、安いんですけど効いてきますね、これね、はい、じわじわ。じわじわ来てますね。もう次3本馬ですからね。さあこれで秋がラス目に行ってしまいました。ユミももう一上がりで、ね、はい、浮きに回りそうです。ドラが2ピン、2メンツ完成しております。
ここは強く何から打ち出していきました。これちょっとやばいかもしれないですね、はい、トントンが2面とトントンもいいですね、トントンもずっと、はい、ただ上がりに結びついていない、うん、秋はドラを持ってくる。古谷はまだ1面つ、漏らす。2回戦も大谷が連チャンをしております。粘りを見せています大谷。1回戦はマイナス22ですからね。ここはどんどん加点をしていきたい上番です。パーピンの自信で何あんこにしました。ドラドラになればいいですけどね、ドラがずっとプラプラだとやっぱまた上がれない。テンパれなそうな。ドラはまだ山に3枚、3枚もいるんだ、はい、あーおーいいペーコー完成。テンパイ、うっぱそう、はい、大谷ここはリーチです。うっぱそう で、ね、はい、リーチ追ってきました。いや来てますね大谷、まだ打点はついてこないですけど、はい、リーチピンフ、相撲なるか。上がれそうだしな、1枚はない。残りうっぱそう5枚、レンちゃんとなるのか。なりますねこれは。あ、ここに当たり牌が1枚。あ、もうここは自慢を、現物を抜いていきました。これ誰も迎えないですもんね。はい、わトントンもパスが、トントンもまっすぐ打つとパスを補充になってましたからね。残り4枚となりました。ウッパスをまだまだ山にある。大谷レンチャンを止めることはできないのか。9ピン絶対ないですよね。本当のパスをも危ないか。もなんがあんこではありますが、親からのリーチが入っている。現物の3万、トントンのパス走が危ない。キューピンは先ほど通しました。リャンピンはドラです、あ、自分の目からノーチャンスですね、はい、3万が逃げ切れで、あ、自身で2枚使っているノーチャンスのリャンマン。大谷がツモ上がりとなりました。リーチピンフツモ1300は1600オールのツモ上がりです。これで浮きましたね。はい、浮きに回った大谷です。あの苦しい状況からそうですね、打破してきましたね。これで今回はリーチを打ってつま上がり。まだ打点は安いですが、だんだん自分の方に傾いてきてますよね、こうなると浮いてる2人がね、はい、どっかで行かなきゃいけないんですけど。そうですね、ドラは1ピンです。大谷連チャンが続いている。
4本馬となっております。今回はあまり、今回はまだ、あ、トントン、トントン、なんというハイパイでしょうか。まだよく見るとそこまで、ね、トンガ、パッとの衝撃がすごい。龍派がドイツ、また自敗が重なれば、重なったら、はい、この後次第ですね。がくっつく、あ、もうここはペイを処理していきました。です、ね、1枚切れのペイ、むずい、じゃあチャオミンのか、ここはすみません、下の3色は攻めて、1、2、3の3色、断面ちゃんができる、うん、ドラダ、ウオタニ、この2回戦も結構長引いた2回戦ですね、うん、ああドラ切り、ドラいいと思いますよこれも、はい、本当話した方がいいです、うん、こうなっちゃったら、はい、ウルタニはいいピンを切っていきました。うんね、ソトントンも切ってくれるし、うん、おお、いいとこ引いた、はい、いいシャンテン、ごめんちゃんに、サウロッソーリャンパッソー、うん、そっちが待ちになってほしいですね。でもごめんちゃんになってもいやみたいにするかもしれないですね。うん、サブロッソーでは上がれませんが、闇点もあり得る、うん、多分リーチって言わなそうですね。うん、これですね、おほら本当だ、ノータイムで闇点を選択、もう決めてるんでしょうね、やっぱ余計なリーチ、まあ、余計って言い方はあれかもしれないですけど、はい、700、1300にする行為、うん、まあ、いらないですからね。サブロッソーで上がれないのが痛いとは思わない。あ、これでも役ができましたね。そうそうそう、これももちろんあるし、はい、でもこうなったからリーチもしないですよね。うん、リャンパスサブロッソの転敗です。1000点出したらとりあえず3着に落ちますしね、今特に、はい、まあ、そうじゃなくてもしないんでしょうけど、うん、でもこれ上がれますよね、もう、はいもうもう上がれますよね、かなりの光景と言えますね、うんうんうん、ごめんちゃん、トントンも頭がないけど、なんか危ないし、あきちゃん危ない、危なくないか、いいそう、うんうん、3色ぐらいは、あ、これで数層は大丈夫、すり抜けています。軽点狙いですかね、大谷が仕掛けを入れています。イーソーポンからの形式転敗か、すごい早い、積もったフルタリがつも上がります、うん、トップ、タイヤをピンフつも、4本馬だからトップですね、はい、700、1300、4本馬、1100、1700のつも上がりです。ということで魚谷の親が落ちて2回戦も終了いたしました。トップからフルタリ、トントン、魚谷、そして沈み、一人沈みとなってしまいました秋、はい、ということで2回戦も終了いたしました。続きまして3回戦です。